ジェンスン・ファンは台湾系アメリカ人の起業家、実業家、グラフィックプロセッサー会社の NVIDIA を共同設立し、社長兼 CEO を務めている。2008年のフォーブズによると、アメリカの CEO の中で61番目に給料の高い人物である。ジェンスン・ファンアット・コンプヤテックス、台北台湾の台南市生まれ、ケンタッキー州オネエダに移住し、 その後オレゴン州に移った。ポートランドのアロア高等学校卒。1984年にオレゴン州立大学で電気工学の学士号を、1992年にスタンフォード大学で電気工学の修士号を取得した。コンプヤテックス台北におけるジェンスンファン、大学卒業後、LSI ロジックのサン・マイケロシストムズを担当するディレクターオブセールズ及びアドバンスト、 ミクロデバイセズ、インクでマイクロプロセッサの設計者となった。1993年の30歳の誕生日である2月17日に NVIDIA を共同設立し、現在に至るまで CEO 兼社長を務めている。2016年時点で約13億アメリカドル相当の NVIDIA 株を保有している。二千七年に CEO として四百六十万ドルを稼ぎ、 ホーブズ氏のアメリカの工学 CEO ランキングの61位につけた。自身の母校であるスタンフォード大学に3000万ドルを寄贈し、ジェンスン・ファン・スクール・オブ・エンジニアリング・センターを建設した。この建物はスタンフォード大学のニューサイエンスエンジニアリング、クワドを構成する4つの建物のうちの2番目のものである。オレゴン州ポートランドのボーラー・アーキテクツにより、 設計された。企業及び世界に対する事前活動の両方の業績により、2007年にシリコンバレーエデュケーションファンデーションのパイオニアビジネスリーダーアワードを受賞した。アーンストヤングにより、1999年にアントレプレナー・オブ・ザ・ヤー・イン・ハイテクノロジーに選出された。2003年、ファブレス・セミコンダクター・アソシエーションのドクター。 モリスチャン・イグゼンプラリーリーダーシップアワードを受賞した。これは、ファブレス半導体業界の発展、革新、成長及び長期的機会を促進する特別な貢献をした人物として認めるものである。2003年のナショナルファイナリストフォーザ・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・アワード、1999年のアワードレシピエントフォーザ・ノーザン、カリフォルニア・リージョンも受賞している。さらに、 南カリフォルニア大学のダニエル・ジェイプ・スタイン・エンジニアリング・マネージメント・アワードの受賞者でもあり、オレゴン州立大学の同窓会フェローにも選ばれている。2009年6月13日の式において、オレゴン州立大学から名誉博士号を授与された。2020年、IEEE ファウンダーズメダルを受賞。オレゴン州立大学時代に、当時研究室の同様で、 現在の妻ロリと出会っている。二人の子供がいる。来日時には、九州じゃ、柄の赤坂店に訪れるという。AMD 社長兼 CEO のリサ数は名に当たる。ありがとうございます。